日常演武の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら日清の爆裂辛麺激辛焼きそばとセブンイレブンで売られている蒙古タンメン中本、ローソンの有明産海苔のお味噌汁を食べたいと思います。まあ、一番飲みたいと思いますかな。ちょっと今お湯を沸かしてこれらの飯を作るのを待っているので、それまでの間にこちらを食べたいと思います。はい、焼きそばですね。久しぶりだな。前にあのカップ焼きそば UFO 作った時以来かな、焼きそば食べるの。こういうで、なんか見た目お肉ないじゃんとか思われるかもしれませんけど、実はこの中にこちら日水の焼き鮭あらほぐしも入ってます。いいちゃんと食べますよ。ちょっと残っちゃってますけど、まあいいでしょ。というわけでまずはこちらからいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ではまずはお野菜、大事ですから、お野菜からいただきます。蒙古タンメン中本、ちょっと本来なら中身とか見せなかったんですけど、ちょっと舌の神経やられて、このままだと途中で中断したらダウンするので、もうこのまま一気にいきますね。いただきます。もはや味噌汁レビューできてますね。それもできないぐらい舌がやられてます。あ、海苔の風味はしっかり効いていて美味しかったですよ。この激辛辛麺、いやもう名前も思い出せないぐらいの刺激が来て、やばい、ほんとやばいです。それ今ま食べ終わった、あとのまだ舌が回らない、というぐらい辛いので、ほんと辛いのに強い方向けの商品です。ああ意外かかってくる。でちょっとでこちらの蒙古タンメン中本もそこまでではないですけど辛いです。ああ確かに病みつきになるそうな辛さではありますけど、これはあダメだ。さてそしてこの有明産海苔のお味噌汁は海苔が風味がしっかり入っていて、ちょっとドローっとした感じが良かった、美味しかったです。もうダメだ、もう舌が回らない。というわけで本日はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、お楽しみいただけると嬉しいです。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。